じゃあいきますよ。はい、はい、もうそもそも挨拶かぶったらもうやり直しするんで、タケノコニョッキ挨拶システムで、かぶったらもう付き合ってください、この2人。ヤバサークル会長っすか。ヤバサークル会長っすか。どうも、アルスメタコです。どうも、アルスメタコです。流しだよ。みなさん、どうもです。けっちゃんの どうも、花尾です。どうも、デカです。たがしだよ。リミックスアナクソペロリンチョドラムプレイダジクです。たがしちょうさ。ウイタス、どうも、バカです。てっちゃんだ。ひろまるです。ナイニンです。トマです。まあまあ、控えめに言ったね。まあ、というわけで、はい、今回は琵琶湖で、琵琶湖なんすか、なんすか。レイクレイジーじゃなかった。あ、レイジーライクレイジーです、ね。はい。レイジーだよ。しばらくさ。あのね、というわけで、まあ、レイクレさんとのコラボでございます。やったー。今回やりたい企画は、泥酔してる花伝チームと泥酔してないレイクレチーム LPI テスト。まず、花伝チームは、はい、賢いと。いきなりディスってるやん、心前で。いや、で、短大の子たちが多いやん。あの、まあ、大阪ナンバーワン私立。はい、そうです。大阪ナンバーワン私立。大阪ナンバーワン。これで、対決してもらうんですけども、はい、普通にやったらね、多分勝てちゃうんで、さすがに。なので、ハンデとして、君たちには、5分に1回、ウイスキーを飲んでもらいます。うわぁ、マジっすか。逆に、レイクレは、5分に1回、水を 500ml 飲んでもらいます。なんでだろう。あれ、今回扱うテストなんですけど、はい、よく就活とかで使われる STI っていうテストがあるんですけど、聞いたことあるぞ。それのちょっと難しい、まあ、LPS テストっていうのがあるんですけど、今回それをやっていただきます。うわー、やったことない。俺マジ就活してへんもん。一応5人で1チーム5人で1枚の回答を。おー、制限時間40分です。はい、負けた方はですね、1週間、滋賀県の個性地を送るの禁止。湖の西って書いてある。個性地、湖を見た時の西側来ちゃった。西側。全然ピンと取らない。だから山梨から比叡山側ってことですか。そうよ、そうそう。あ、なるほど。ちょっと待ってよ、お前。山梨だ、山梨だ。ちょっともっと悔しがれよ。嫌がれ。山梨でしたね。山梨行けへんねん。山科行けないですか。きついで。マジか。あの三盆地のとこ行けないんかよ。そう、盆地のとこ、盆地を越えた後の盆地のとこ、そっから乾かれる。ああ、そっからね、彦根城にも行ける。そこ行けんのかよ。くそ。じゃあバスゲームとして成り立ってる。クソってなってね。それではやっていきたいと思います。メイキングバスオーイズマザーレイクビワポンポン。で、問題は一部なんかこう抜粋してます。なんか抜粋っていうか、まあなんかちょっと楽しそうな問題を選びました。うわ、得意分野。はい、正直だから計算とかそんなないっす。よし、ああ、やった。余裕だ。ラッキー。こっち白い。そんな怒んなよ。おい、それだけでそんな怒ることちゃうやん。そうです、本当に。じゃあいきまーす。位置についてよーい、スタート。ちょっと水飲んでるね。かわいい、かわいい。しかも多分全員思ってるの。なんで水飲んでる。じゃあ問題見ていくか。オッケー、問題いくか。ポン、急にエルボー。どうした、どうした、急にエルボーやめて。名前かかな。あ、名前かか、うん、と思いきや、実はこれドッキリなんでーす。ピタゴラスは紀元前6世紀に有名なピタゴラスの定理を発見した。はい、なんと実はですね、今回のテストの問題は実は全て答えが存在しません。このテストの問題、実は全部私花尾がね、手作りした答えのない問題です。
と言ってもね、あの微妙に答えがね、あのありそうな雰囲気にうまく調整してる問題なんですけれども、さあレイクレさんはこの答えのない問題に気づくことができるのでしょうか。見ものですね。ちなみに今回もう一人ターゲットがいます。実はそれはピロマルさん。彼女は今回の問題を知りません。果たして両者は気づくことができるのでしょうか。それでは続きどうぞ。多くないですか。よーいスタート。あとピロマルと全然ちょっとあの逆やな、はい、体積的に、はい、あ、なるほど。体積的にちょっとあのだから、うん、ゴードンの定理、パーシーの定理、だからパーシーの定理、違う、だからあ、い、う、えの4択ってことや。まあな、言うたらそうや、うん、4択ってことや。うん、そら周知の事実や、うん、全員がわかるわ。パーシーかルイスかビトンかゴードンの中に答えはあんねん。周知の事実や、うん、ごめん、よく考えて、うん、下から選択すんの周知。タトさん、じゃ問題読む係やってよ。はい、はい、じゃあ解いていきます。はい、発明した。知らねー、下から選択。知らねー。でもゴードンの定理とかありそうじゃない。ありそうね。あのルイスとか、ルイスとかビトン、ルイスとかビトン、ルイスの定理、ビトンの定理。しかもパーシー、パーシーもね、パーシーもありそう。パーシー、ビロさんちょっとどれやと思う。でも40分しかないから、じゃあゴードンできる。ゴードン、ゴードン、ゴードン、ゴードン出てきたね。パーシーとゴードン出てきたらなんかめちゃめちゃフォーマスみたいな。次の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 、ルイス・ビトン、ここはないやん。もうあ、ルイス・ヴィトンや。うまいやん、ないわこれ。あ、アホやな、こいつ考えたやつ、ほんまに。あ、パーシーがゴードンやん。あ、ゴードンの定理じゃねえ、聞いたことない。じゃあ、たかしゴードンの定理、世界史とかでなる。聞いたことある。あ、聞いたことある。聞いたことあんねん。じゃあ、ゴードンにしよう。ゼロシータ、パイのサインシータについて。あ、もうこれペロやん。これもペロ。これええの、こんなん。あ、余裕なん。あ、余裕なん。行こう行こう、マジで行こう。え、マジ余裕やろ。シータ、範囲0から π のサインシータについて、サインシータは一般にマイナス π から3までの値を取ることが知られている。0から π ね、サインシータね、サインシータでしょ。マイナス π、 マイナス π ですか。うん、でも、まあでもエゴさ、あれ複素数まで拡張させない。わかんねえ、うわ、専門外。わかんねえ、急に専門外。聞いたことないんですけど。じゃあ何分やと思う、これ今。え、もうだから行かなあかん。え、何、マイナスパイからのパターンがあるってことですか。マイナスパイからのパターンもあんね、複素数まで拡張すると。マイナスパイから何、これわかる。いや、でもマイナス、マイナスパイからって言われたら、え、でも数3とかの範囲になってくるんじゃないですか。あ、じゃあ私知ってんのか。そうやで。え、頼みます。え、まあパイじゃないですかね。オッケーオッケー、じゃあそれでいこう、それでいこう。普通に考えるとまあパイなのかな。それでいこう。またサインシータイコールパイの時、極大値を取り、この時シータイコール3である。サインがパイ、サインがパイ、パイ。ちょっと待ってね。はい、単位円がそれ1やからじゃないですか。単位円をパイに拡張したらそうって話。そういう話をしてる。そう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 、多分そういう話を今してる。てか、もしパイやとしたらってこと。だから柔軟な発想を問う試験やから、これ就活で。あ、なるほど。あ、ごめん、ちょっとね、一旦カメラ電池切れちゃって、はい、ストップしてもらっていいですか。あ、了解です。全然大丈夫です。また言います。はい、でも冷静に考えて90度じゃないですか。ああ、じゃあ行こう。それ確かに、でも極大値あるね。極大値。いや、でも適当すぎますね。いやいや、適当じゃ。はい、次。四角形において相似の条件は1、3組の角が等しい、2辺の比が等しく、その間の角が等しいと、もう一つは、あ、なるほど、一辺と互いのデュエット。互いに付き合っている。え、付き合うっていうのはあれか、違う表現、なんか数学的な表現ってこと。あ、なるほどなるほど。なんかいい、ねじれ的な。あの、全体が同様に確からしいは、まあ合同やから違う。全体が同様に確からしいの、めちゃめちゃ適当。めちゃくちゃ適当。全体がね、まあ、なんとなく今の教育課程の表現法なんかな。でも多分そうなんですよ。辺とこの間の角が等しければ相似なんですよ。デュエットや。じゃあデュエットでいきましょう。おー、いいんですか、私が決めて。いや、でもしてた、してた、俺らも分からんもん。6番、2つの整数はお互いに1以外の公約数を持たないとき、それは6であるという。あー、互いに同。え、互いに未婚。
いや、なんか、僕らなんかデュエットとか付き合ってるとか。怖い。離婚特殊やな、LPS。怖い。高い。整数でない自然数でどういう概念なの？あ、マイナスか。いや、自然数じゃない、それ。整数でない、ないやろ、そんな。そんだけ合わせると無理数になる。爆発する?18 世紀の数学者、デンダース氏とガンデース氏。いや、知らん、知らん、知らん。なんか俺に納豆と笑ったことない。リボルビング、ボーリング、リボ払い、リボ。リボ払いリボ払いじゃなくて。夜間、植物に強い光を当て続けると植物がしおれた。これは光合成と呼吸のバランスが崩れたからである。この現象を植物の実という。これやらないですか？強い光を当てたら多分まあ育つんよ。え、育ちますよね。逆にめっちゃ強いってこと？それをもう超える。夜間、夜間って感じる。夜間だから生活リズムが昼夜逆転。昼夜逆転。植物の昼夜逆転。植物の一夜漬けとか。そうそうそう。残業、残業とか。植物の一夜漬け。これ何なんこれ？この車なんか生物的にこれ。生物的に。植物の。でも、C って言うなら昼夜逆転じゃない？植物の昼夜逆転。そんなことあるんや。ワンナイトラブみたいな。ああ、植物のワンナイトラブ。植物ってイライラしてって、あ、ワンナイト強い光。ワンナイトラブ。ワンナイトラブ。ワンナイトラブね。じゃがいもを。じゃがいもを溶水器に浸すと紫色に変わる。そうですね。この時、じゃがいもを乾燥酸ガス溶液につけると、酸色になる。絶対これね、これ分からんくない？え？こんなん知らんでしょ。この恋しかだからそこへ行くのが柔軟に評価されるかもしれない。なんでそんなレイクレのことディスってんの？違う違う違う、ピロなのかなってか分からんけど、ですよね。こっちが向こうの方が、私が知らんかったらレイクレも知らんわ。そうそうです。めちゃくちゃディスるわ。確かに。15世紀ケプラーはある銀河系において天体のエネルギーの相場は常に等しくなることを導いた。18世紀、さらにこのこと、さらにこの考えを拡張させた。デガンマ、デンガンマ、さっきの、全然違う人物よ。デガンマは、宇宙全体のエネルギーの相場は、ビッグガンのエネルギーであることを導き出した。デガンさんや。逆に、じゃあ、これ、パクりました？確かに、確かに、やばい、やばい。やばいですよ、それ。パクりました。え、出さない方がいいんじゃないですか？ん？確かに、チャンネル的にね。確かに元ネタがバレてしまう。哲学者のゲルソネは、万物の根源は何々と唱え、政府に反逆者として捉えられ処刑された。あ、へーくそ、尿ねさら捉えられるわ。さら捉えられるわ。まあでも、まだええじゃないですか。まだええじゃん。まだありそうなの。まだありそうなのに。まあ根源そうです。根源実際じゃない。実際じゃない。2234事件。いいじゃない、いいじゃない。あ、1922年4月。だからこれだから、来年の今日なんやな。2022年の3月4日。で、暗殺されるであろう日本。未来系最悪や。猫界弱しとる。犬界強しや。犬界弱し。メキシコや西インド諸島から来た語を話す移民をヒスパニックと呼ぶが、ナイル川のワニがゲームセンターに移住してきたストレス解消ゲームを。ワニワニワニ。終わった？終わった。ギリ、あと10秒。あぶねえ。やば、答え気になるな。間違いない。なんだろう。はい、丸付けします。はい。そうそう。え、マジで？ちゃんと見てる、ちゃんと見てる。いやどれか。見てる。いや、ワニワニパ。ワニワニパニ。あ、出た。ワニワニパニ。というわけで、ドッキリ大成功。私。山田さん。この問題実は全部答えがないドッキリ。良かったです、それで。でも、あなた結構ヤバい人よ、多分。結構ヤバいよ。疑ってなかったですよ。いやでもカメラ回ってるからもう得しかないと思って。おお。だってだって本当はレイクレだけのつもりだったんですけど、こっちのチームにかけたらどうなるかなと思って、ヒロマルだけ唯一押しなかったんです。
ですよね、みんな全然動かんやんと思って。そうまあさ、冒頭3分で、まあ、気づいて、まあ、終わるかなと思ったんですよ。意外とやっぱ、ピロマルさんやっぱりバカだったんじゃないかなと。いや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 、あの、YouTube 精神。ああ、YouTube 精神。精神があるって言ってほしいです。違うと思いつつも、100% 違うとは言い切れない。そこよ。学習がやっぱね、甘いってことね。そう、やっぱり。お下山レイクレが、ストップさせてるんで、今。ああ、はい、はい。ここから全員で、あの、ニタニタ楽しむと。なるほど。この実況を見て。じゃあ、続き、スタート。はい、はい、じゃあ、ペロ。ペロ、ペロ、またここやねんな。うん。じゃあ、俺、その間にここのバナナでも食べとく。おいおいおい。ちなみに、てっちゃんと、ペロは知ってる。それは3やね。それは1と3やね。仕掛けにね。あの、ドバ師匠と、サカシと、小林の3人が知らん。互いに公やな。いいやな。ほんま？俺、信じようや。互いに。信じようや。いいやと思うけどな。いいでいこう。いいでいきましょう。有理数は一般に〇7で表すことができる数である。〇と有理数はそれ以外の数と定義できる。19世紀の大数論では無理数と有理数は互いに掛け合わせると〇8という性質を持つことが知られている。おい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 、全然理解できてへんやんけ。子供ができるちゃう。ゼロに、ゼロになるやん。よし、ほんま。うん、でもなんかさ、選択肢ちょっとバグってない？確かに。ちょっとバグしてる。バグしてる感はあるな。ピロマル優しいかもよ。マジか。18世紀、数学者のデンダース氏とガンドゥー氏が 1+1=0 となる証明を編み出した。これは、ハイチーズの否定論理と呼ばれる。は？この論理を使うと、2+3 は、は？計算過程。でも思ってんけど、1+1=0ってことは、足すを引くと見てんじゃん。おー、あー、正直に計算してはいるけど、だから2+3は2-3で、マイナス1っていう、ただただあの、あれね、ちょっと頭いいぞ。あ、否定論理や。だから足すを引くと思ってんじゃん。否定してんねや、ハイチーズさんが。え、これ来たんじゃん。来た、マイナスや。え、これ分かるやろ。リボルビング、リボルビング、リボルビング、ボーリングや。違うって、マジやってる。ええぞ、お前ら。それで俺がもしこれでボーリングやった時待って、お前知らんか。おい、ライダーゲームのうざいやつか、お前。じゃあレンズを交換する際に回す部分。あ、じゃあボーリングでいいんじゃん。あ、ボーリング、ボーリング、ボーリング。だから言ってるやん。聞いたことある。じゃがいもを溶水液に浸すと紫色に変わる、うん、この時じゃがいもをカーネルサンダース溶液につけると丸々色が。待って待って、これドッキリじゃん。お、知ってんねん。お、お、え、これガチ。お前さ、じゃがいもそうやめよ。寒いで今の、うん、え、めっちゃアホやん今の。めっちゃアホやで。ほんまにあんねんな。理系やったら。お前さ、じゃがいもそうやめよ。寒いで今。寒いな今の。察しがいいのか。ピロマリより察しいいんじゃん。間違いない。あれ白じゃん。俺、いや、じゃ黄色やったら消す。あー、それ。あー、でも黄色やったら黄色なんじゃん。ほんまなんこれ。うん。怪しんでるよ。冬の名物、ジョヤの大台形もまだ徳川家の時代から愛されてきた。ジョヤの大台形に含まれる星を全て描く。あ、俺、もう無理無理無理やったっけ。あ、え、待ってな。え、ロバートソン、アーノルド、ダイク、リバプールのディフェンスやんか。リバプールディフェンスの大台形じゃない。で、マティブ、マティブ最強の布陣やからリバプール。ああ、そうか。福祉ガマルガマルを用いて意味の通る文章を作りなさい。コウの福祉ガマルガマル、ガマルガマル、ガマルガマル、コウの福祉って何やったっけ。ガマルガマル、一生見てるんだこれ。ガマルガマル臭いなこれとかってこと。あー、そういうことね。あー、そういうことね。形容詞とか就職するからな、福祉は。福祉の意味、ムバ、ムバペモンチを用いて意味の通る文章を作りなさい。あ、じゃあちょっと俺らの大喜利力みたいな試してきてんじゃんこれ。お、気づいた。ムバペモンタナイみたいな。今日は天気がいいので、非常にムバペモンタナイ。モクモクテロリズム。モクモクテロリズム。アホやな。タバスコ戦争じゃなかった。ガチで、ガチで、マジで、ガチで。米騒動は1920年代ではないんよ。ほら、ん、
実あこれあれじゃん、ドッキリ。えこれなんなん、おかしいぞ。でもえ、お前米騒動が1920年代じゃないってこと分かった、まず。いや、やったような気がする。こいつがアホで忘れてるだけかもしれない、うん、確かに。え、これでほんま、これマジで信じてほしい。タバスコ戦争、俺習ったことあんねん。じゃあタバスコ戦争、それマジじゃあほんまにタバスコ戦争、タバスコ戦争。え、俺ガチでこれ教科書で見た覚えあんもん。全部適当に教わったんじゃん、ほんまに教師に恵まれなかったんじゃん。万物の根源は丸に整え、政府に反逆者として捕らえられ処刑された。おかしいやんこれ。嘘、尿、正規、おかしいってこれ。万物の根源どれも嫌やねんけど。いや、それは処刑されるわ。正規待って待って、2234。あ、2234、226事件じゃない、226やな。いや、226やったら犬飼強しやけど。おー、よく知ってる。なあ、それはじゃあ犬飼強しちゃん。いや、ちなみに我々はね、猫飼強しと。いやいや、猫話弱しとかでいいんじゃん。おぉ、ちょっと行くか。なんかまだ万物の根源、ちょっと気になる。騎士引きずってる。万物の根源引きずってます。俺の知らない世界だよ。え、こんな一般教養であるっけ。いや、ほんま博大生とかこういうのって言ってみちゃう。気づきましたか。そんなことだ、何になるもの。カエルガのワニがゲームセンターに移民してきたストレス解消ゲーム。何やねんこれ。ちょっと待って、これ何やねん。何やねんこれ。17世紀の画家ブリゲリュードが描いた代表的絵画は。だから知らんねん全員。知らん。ブリゲリュード。選択問題。ちょっと待って。隣接したトトール。これ隣のトトロじゃね。アマかける異常ラポーレ。これ待って待って、これは耳を進ませれば。耳を進ませば。借りっぱなしのアトリエティ。はよ返せやアトリエティ。返してくれ。アトリエティって何やねん。ブリゲリュードっていうゴリゴリの外人の名前やのに全部ジブリの2番煎じなんてこれがいいね。この映画全部気づけるけど元ネタかもしれんからね。宮崎駿がこっからパクったって言ってたからね。これだいぶ頭今使ってるよ。でもこれ宮崎駿が仮にこの絵から着想を得て作ったから。あ、だから全身ってこと。宮崎駿だって17世紀やから。いいこと言う、いいこと言う。俺の友達がランポーレ三重ってとこでバスケしてる。ランポーレだからもう2番のラポーレにせえへん。オッケー、じゃあ隣接したことにするわ。オッケーオッケーオッケー、よっしゃよっしゃ。このテスト、奇妙やったな。いや、奇妙やな。なにこれ、上で見られてんのか。その中に…いや、上で見られないやろ。その中に…こっち見といて、こっち…こっち見といてくれ。おかしいやねん、これ。怪しいな。おい、これなんやねん。寄ってます?確かに、なんで?全然よ。あ、ほんで。確かに。酒弱いって聞いてたけど。あ、でも、俺色赤くなるんか。我がは結構着てる。あ、着てる?着てんの。終わりましたえ、けど問題がやっぱりね。はい、はい、結構問題結構どうでした。難しかった。難問です。確かに。まあ、むずい。まあまあ、いけたけどな。いけた。はい、なんとか。じゃあちょっと丸付けしていきますね。はいはい、レイクレから。はいはい、いきますよ。はい。ええー、ちょっと待って。おい、バレてた。バレてた。バレてた。頑張る。ボーリング、ボーリング、ボーリング。呼んでる。ボーリングは魔界から来た赤瓶先生。はい、2点。今までの努力が大丈夫か。お前、お前、お前、生きてる。ちょっと。はい、というわけで、ベイクレに解けない問題ドッキリ。もうやってくれましたね、もう。そもそも問題が存在しません。おいおい、マジかよ。途中でガチガチと言ってましたよ。お前はそうなんやじゃないからね。なんで？仕掛け人側やから。あ、そうやった。え、どういうこと？てっちゃんと
プロアイは人狼でございます。たかし痛かったなちょっと。タバスコ戦争俺習ったことがある。どんな先生？何を習った人よ。LDS テスト自体はないんですか？これはもう嘘です。掘りすぎ掘りすぎ。掘りすぎですわ。作ってしまいますこういうの。でこっちも実は唯一ピロマルだけ知らせなかったんです。でこっちも結構やばいですよ。ちょっと見たいな。この現象植物のワンナイトラブ。気づいてませんからね。でもドッキリってワードはドバシとしか言ってなかったよ。これマジで借りっぱなしのアドリエティまで分かる。これ今回は同点。おお、そんな終わり方。ドッキリ大成功とかじゃないんですか。同点なんですよ。なので2人とも、ちょっと2人ってどこですか。少ない少ない。俺ピロマルとドバシとは、俺山科に入国禁止。結構厳しい。山科入国厳しい。新幹線も乗られてこと。はい、以上で今日の企画を終わります。さよなら。バイバーイ。